ジで頑張ってということで、最後の挨拶いきますか。行きましょう。行こう。せーの、 See you later! バイバイ。どう？うわぁ、久々に見た。相変わらず声が聞こえないんだよ。遅いな。遅い。ちょっと待った。ちょっとワイドの遅くて。どうしたの？ちょっとお腹出た。なんか喋って喋って。寂しい。みんなで写真を撮りたい。おい、写真を撮ろう。久々に会ったわ。なんでこの帰りの今のタイミングなんだい？おいで。おいで。浅川君。おいで。はい。はい。あれ？もっと？もっと撮ろう。もっと。あ、もっと撮ろう。あ、いいね。あ、いいね。いいね。行くよ。はい。はい。シームやったし。悲しいね、なんか。一緒さ、お母さんに撮ってもらってさ、見ないですんだよ。あ、最後ね。いや、めっちゃいい。はい、チーズ。撮ってもらおう。撮ってもらおう。じゃあ、俺から言う？さっき撮ったし、遊べるとは。あれ、浅川さん。はい。何持ってんすか。ということで、最後 MV 撮るって言いましたけど。え？マジで言ってんの？マジで言ってんそれ。みんなでディズニー行きましょう。え？待って。俺この間行けなかったんだよ。待って待って待って、YouTube 撮れへんの？いやもう、普通に最後は。え、マジで？動画待って。やばい。写真撮ったりしますけど。え、マジで？え、ほんまに言ってんの？ほんまに歌詞？マジで？え、ラブシー、ラブシー、サプライズです。やった？やばい！ありがとう。ありがとうございます。ちゃんとやん。もう、行くのも分かってたかのような。じゃあ行こう、早く行こう。早く行こう、早く行こう。じゃあ行こう。やった、やった、やった。嬉しい。ガチで？もう泣いちゃいそうだった。俺多分、今日何日だっけ？19です。2日前に一人ディズニー行ってきました。しかも C。 じゃあ案内をお任せします。6人は6年の楽しみ方かな。すごいタイミングだこれ。いってらっしゃい。写真はなんとなくもう見ない気がした。変わらないと思ってた日々は替えのない宝物だった。変わってく僕たちを見守っていて、ありがとうなんてらしくないよ。こういう時君ならきっとおどけてみせて笑ってくれてたのに、泣きそうだよ。ただ大人になってなんとなく生きてって、それもいいなって思えるよ。君と出会って気づいた特別なんて遠い未来じゃなくて、最初から僕らは握りしめていたんだ。貸しっぱなしにしてたものもいいよ、今度会える時でもまたねの代わりの約束にしよう。電車が来なけりゃいいのに、仲間に紛れて伝えたい言葉ずっと渡せないまま、覇者のベル。ただ大人になってなんとなく生きてて、
もらった星がなくたって頑張るよ。それぞれ探しに行こう。特別だった僕ら過ごした日々は思い出さなくて